今日のお客様の田村恵里子さん、お仕事のことについて伺いたいということで、はあ、ね、よろしくお願いします。もう会長に次ぐ会長ですよ。よかった、はい、農長十二支庁会長と申しましてね運びがいい急に信頼感がなくなってしまいますが、大丈夫ですね。いや、もう素晴らしいです。特に再来年、再来年、うん、もう今年もいいし来年もいいですけども、はい、来年再来年だから18歳の頃ですか、はい、これはもう最高にですね。再来年ね、みんな頑張ろうね。 V 線が出ました。はい、来年、特に再来年、はい、ものすごく18歳の頃いいですよ。その次は、その次もいいです。その次は、まあ、再来年ほどじゃないにしろ、3年後も非常にいいです、はい、2年後3年後が、うん、最高にいいですから、その時のバッと大きくなってチャンス掴んだ分が後にずっとこう続いていくんで、はい、なるべく大きく花を咲かせるようにするということが大事ですね、はい、ですから今年、はい、来年っていうのがその基礎力をね、大きく作ったら大きな花が咲くでしょ、小さく作ったら小さい花が咲くでしょ。幸運期っていうのは、まあ、誰でもあるんですけどね、そのプロセスの時にじっくりとこの基礎力を大きくしたら大きな花が咲く、うん、誰でも幸運期あるんですよね。農業に行きましてもね、幸運期があって耕してるんですよ。話がちょっとずれました。そうなんですよねじゃあ今しっかりやってるけど大きな花が咲くということですね。そうそう、稲が、稲穂が多い、はい、実るわけですね、はい。前世のことについてお聞きになりたいでしょう、はい、非常に私が面白くてね、あなたの前世見て言う前に一人で笑ってたんですけどね、はい、変なんじゃないんですよ、義太夫やってたんですよ。義太夫、何それ。義太夫ってのはそのあれですよ、坪坂霊元気ってご存知。知らないです。沢一さんってご存知。知らないです。知らない。文楽の人形があるでしょ。あ、そうそう、沢一さんって言うんですよ。知らない。坪坂霊元気なんていうのは得意なやつでね、はい、女義太夫だったんですよ。女性で太三味線。私あれが良かったです、フランスとかさ。良かったですだってその過去のことですんでね。その前は好みで選ばれます。あ、その前はフランスです。やった。その前、その前、その前はイタリアです。待って、じゃあフランスは何でした。一つ義太夫好きじゃないか。その前フランスはですね、お菓子を作っておった。本当に。お菓子を作っておった職人さんです。職人、職人だって、まあ、当時はギルドで一つの、まあ、組合のようにあって、大体ヨーロッパっていうのはケーキ屋さんは大きくなってもケーキ屋さんで、ずっともうケーキ屋さんと、うん、それから靴屋さんはずっと靴屋さんと、もうケーキ屋さんが大統領になるとかね、はい、今でもヨーロッパってなかなかそういうのないですよね。大体ピシッと決まってますね、職業にプライドを持ってますから、まあ、そういうお菓子を作ってた、まあそのフランスでも 3本か5本か何本か知らないけども、まあ非常に良かったですね、はい、ところが そういう職人さんでコツ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 フランスでやってきたもんだから、次の生涯のテーマは日本に生まれて女義太夫で太三味線を弾きながらこんな衣装を着て、でも喉方にそうやって使ってた、うん、その時にスターだったんですよ、当時のヒーロー。わーい。女義太夫の当時のヒーローで、25で一本立ちして72で亡くなってます。あら、長生きね。一世風靡した、一世風靡したんだって、ほらね。それがね、今の芸能界の一つの素質になってるんですよ。あら、頑張るしかないですね、これで。ねえ、弟子。それが再来年その次出てきますから、歌もステージもね、はい、とにかく人をこう自分の方に魅了するというのか、観客をパッとこう心をつかまえていくっていうのかね、うん、そういうのが得意な江戸時代。じゃあもう、うん、本当に何も不安がないですね。そう、庶民のヒーローです。そうそう、庶民のヒーローだった。よかったね。嬉しい、うん、だからお大名とはいかないかな、まあ、でもお大名とかそういう武士たちも見に来たという、はい、うん、そういう人ですよ。じゃあもし先生、恵里子さんに何かアドバイスするような点がありましたらば。あのね、精神の落ち込みっていうんですか、はい、調子いい時は誰でもいいんですけどね、一度ドーンと気持ちが落ち込んじゃうと、はい、すぐに回復できないでしばらくずっと落ち込んでるという。そうですね、うん、それをですからあんまり物事深く考えないで、まあなんとかなるだろうと、うん、なんとかなると思うからなんとかなるんですよ、運勢っていうのは。なんとかなると思うという気持ちはすごく明るくて
陽気で軽やかでしょ、そうすると御霊が軽いって言うんですけどね、こういう世界では御霊が軽いんで、軽いからこっちからポーンと来たらあっちへボンボンとバウンドしていく、ゴム丸みたいに風船みたいにね、軽いから飛び上がっていく、重いのは下に落ちるしかないんですね。運のいい人は非常にですから、その御霊が軽やかなんで、軽やかなものは柔軟ですよ、あの人重くて柔軟ってあんまりいません、軽やかで柔軟なんですよ。じゃあ誰でもこう落ち込む時っていうのはあると思いますけれども、そういう時はなんとかなると気持ちを明るく持てばよろしいですね。軽く持ってね、まあ大したことない、こんなのなんとかなるだろうと思っておけば軽いから、ふわっとその壁が越えられるわけ、こうしていくと少々落ち込みがあってもね、どん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 壁越えていくから、耐性します、そういう人は。見たところはあの真面目そうな顔してていいんですよ、こういう世界ですから、あいつは人が真剣に事務所でやってるのにいつもこれのんきなやつだと、ね、顔は真面目、中はもうそういうふうに、人の前にはねそうしてても中身はそうするんですよ。そういう人はみんなうまくいってるし偉くなってますよ、これがあなたのアドバイスです。どうもありがとうございました。いかがでしたか。もうこれで不安はないですね。そうです、気持ちを軽く、もう一つ言っておきましょう、あのね、強力な守護霊様がついてらっしゃるの。あのね、龍神様でご存知、龍ドラゴン、白龍さんと金龍さんと紫の龍ですけどね、龍というほどそれと大きな龍じゃないんですけど、まあ蛇に限りなく近い龍なんですけどね、それほど天かけるというほどじゃないんですけど、ご先祖様の徳分がずっとこう積み重なってきて、おそらく何代か前に龍神さんを一生懸命信仰してた、真面目ないい信仰してたご先祖さんがいて、あの強力な守護霊、15歳の春ぐらいからわっとあなたの前について守護してますから、パワーを持ってる、こういう強い守護霊さんを生かそうと思ったら、今言ったような精神状態を持っとかないと、守護霊はいても距離があるわけですね、何でもうまくいくと信じて言ってたら、うまくいかそうという霊と合体するから、ピューっていきますよ。こういう強力な守護霊さんに守護されているんだということを自信持って、頑張ってください。嬉しい。ますますお忙しいと思いますけれども、頑張ってくださいね。